はい、今回ご紹介の部屋は磯子レインボーハイツ3-1号棟の5階ですね。京浜東北線の、磯子駅徒歩で、15分の5階の部屋、383世帯のビッグ、コミュニティの、お部屋ですね。はい、玄関にはセパレートタイプのシューズクロック、これ新設されてます。で、フローリング、壁、クロス、すべて、フルリノベーションというふうになっております。こちら 4.5 畳の洋室ですね。壁にはアクセントカラーとガラスブロックが入ってます。ここには、クローゼットはありません。で、隣の洋室6畳ですね。またアクセントカラーのクロスが貼ってあって、クローゼット、わりかし奥行き、高さの天井まであって、奥行きのあるクローゼットですね。で、すごいのはこの廊下一面にも、こういう収納スペースがあります。こちらは、ただ物が入れられるような感じですね。で、こちらにもありますね。結構多いですね、収納スペース。で、洗面室です。洗面化粧台は、このデザイン性の優れたですね、セパレートのタイプの洗面化粧台です。で、ユニットバスは、浴室乾燥機付きの、追い出し機能付き。のユニットバスに新規交換してあります。広いです。結構1416サイズです。で、こちらがトイレですね。トイレもブロック調のクロスが貼ってあって、リクシル製のウォシュレット付き、ツリート棚もついてます。このカマチドアもいいですね。なんかこのブルーのデザインのカマチドアになってます。で、キッチンにもガラスブロックが入って、キッチンはこれは既存のものでしょうかね。ただ水洗と、コンロ、こちらは新規交換してあります。あ、これ既存じゃないですね。これ新設されてます、すべて。で、テレビモニター付きインターホンで、リビングダイニングで 19.5 畳ですね。で、横長なんですけど、そちらに、間仕切りを入れると、3LDK になりますよ。で、洋室として使えるようにちゃんとクローゼット、大きいクローゼットが、結構奥行きありますね。奥行きのかなりあるクローゼットと、こちらが物入れタイプですね。物入れタイプの、クローゼットがついてます。なので、壁を入れてしまえば 3LDK として使えますと。すごいですよね、これ。で、南向き、南向きなんで日当たりは非常にいいと思います。バルコニーもまあ標準的な広さですね。で、なんともう磯子の先のその海ですね、がもう見えます、ここから。はい、あれがブリリアシティですね。徒歩15分です。72平米の今 2L ですが、 3LDK に設計変更可能ということです。はい、以上、レインボー磯子レインボーハイツのご紹介でした。